こんにちは、速稼塾の久保です。アルファロックっていうのがあるんですね。すごいですね。やっぱりノクさんいろいろ詳しいというか、私ね全然わかんないです。アルファロックっていうのがあるのも知らなかったし、ジュビリーエースっていうのがあるのも知らなかったし、他にもね、FGA かなんかでしょ、 FGC か、そういうアビトラージとかね、本当わかんないですね。やっぱり昔から詐欺にかかる人って何回でも詐欺にかかるって言われますけども、まさにこれなんだろうなと思います。で、何かの案件飛びついてうまくいかないから取り戻すためにまた何か別のことをやって、それが何か投資だと思ってるんですよね、きっと。それ投資じゃないですからね。投資っていうのはリスクはあるんですけども、ちゃんとリスクコントロールができて、そのための勝ち方ってあるんですけども、多分ね、このなんとかかんとかっていうのは、ただこう穴が開いてる箱にお金を突っ込んでいて、取り出し口がないっていうやつなんじゃないですかね。取り出し口がこうやって書いてあっても、そこには取り出し口って書いてるだけで口がないんじゃないかと思うんですよ。で、問い合わせをして、どこに取り出し口があるんですか、どうやって換金するんですかって言っても返事がないから、それをいわゆる飛んだというんですけども、こんなのね、その箱が用意された時点で飛んでるようなもんですから、誰一人良くならないと思うんですよね。でもなぜかね、こういうのって売れるんですよ、時代を関わらず、連続して売れるんですよ。だからね、本当にそんなにね、お金を粗末にして、まあ、金持ちだなと思いますよね、私はね。私はね、10万円でも嫌ですね、抵抗がありますね。で、そもそも何かでうまくいったらあれこれやらないんで、本当なんかそんなにたくさん見ないですしね。まあ私のところに来るのは、久保さんのメディアでアフィリエイトしてくださいっていう来ますよ。それによって多分今回のもあったと思いますけども、ずっとね思っているんですけども、私のところにアフィリエイトの案件が来れば来るほどビットコインが値上がりするなというところで、今年ねずっとビットコインを買うように進めていたんですけども、100万を超えてからは私はもう買う必要はないし、どうせ買う度胸はなくなるっていう形でね、数日前ビットコインって160万とかになりましたよね。で、その時買ってれば今日は190万で値上がりしてるんですよ。でも結局100万以下で買えなかった人が160万で買えるわけがないんで、もうね、呼びかけることはやめましたけども、まだまだ値段は上がると思いますけども、下がることもありますからね。まあ、ビットコインなり、それから投資事なり、あんまり人の言うことを信じるとダメだなと思います。むしろ誰からも話聞かなくても自分で判断できる頭があればいいかなっていうのと、こんなサービスがあったらいいのにっていうふうに先回りして考えておくことができれば、どんな話持ってかれてもね、最初の1分で決めることができるんじゃないかなと思うんですよ。断るのか断らないのかね。まあとにかくね、今回もその二次被害っていうテーマでね、ノクさんお話しいただきましたけども、いや本当にね、このね、二次被害が出てる方って5次被害、6次被害、10次被害じゃないのかなと思うんですよ。何のために人生かけてお金を稼いでやるのか全く分からなくなりますよ。しっかり稼いだお金を詐欺に取られて、それを取り戻すためにまたね、情報収集とかお金収集とかしてるわけですから、本当にね、詐欺にかかる人は何でも何回でも詐欺にかかるんだなって昔から言われますけども、それがね、やっぱりこうインターネットの世界でもう来てるんだなと思いますね。ということで、もう私たちはね、ノクさん、ほっときましょう。ほっとかないと面白いんで、ほっとかないんですけども、アクセスが稼げるんで乗っかりますけども、まあ基本的にはほっときましょうってことですよね。またいろいろ教えてください。ありがとうございました。